今日は括弧かける括弧の公式や因数分解を使った計算法を見ていこうポイントはここね数字の2乗を楽に計算するコツ2つパターンがあるよ1つは64の2乗36の2乗乗計算嫌だよねでもこの2乗引く2乗のパターンこれは楽に計算できるよ因数分解を使うと 64+3664 引く 36, 36となって ここ見てごらん。六十四足三十六は百になるから計算楽だよね。百かけるなんとか。もう一個のポイントはここ。九十九の二乗。こんなの計算したくない。でも二乗のと公式は、うん。九十九を百引く一と見立てて二乗にすると展開の公式使えるよね。それは百の二乗マイナス二エックスの部分。つまり二かける一かける百。 プラス1の2乗となって100の2乗計算楽だし 2×1×100 計算楽こんな形で計算を楽にできるよじゃあ早速問題見ていこうじゃあ例題ね次の式を計算しよう ① 見ると26の2乗16の乗乗じゃあ計算しようもちろんこれ2乗を出して2乗を出して引くできるんだけど簡単に計算することあるよね それはさっきもポイントで見た、そう二乗引く二乗の形を見たら因数分解すると楽になるよ。この場合26、二十六プラス十六、二十六引く十六、二乗引く二乗はこの形に直せたよね。そうして見てみると二十六プラス十六、16ここはそんなに計算楽じゃないけど26、二十六引く十六見てみると合わせて十になるね。ってことは二十六と十六足して四十二。 かける。十になって、四百二十と。こうして暗算でできるぐらい簡単になったよ。じゃあ、次、二番行。六十八の二乗マイナス三十二の二乗。2乗出てくるパターン、本当は二パターンで2。二乗引く二乗のパターン、これがよく出るからね。で、因数分解すると68。六十八プラス三十二。六十八引く三十二。二乗引く二乗は、この括弧の形直せたね。 で注目すると、六十八と三十二合わせると百でしょう。百かける。六十八いく三十二。これは三十六。ということで。三千六百と。こうして簡単に答えが出るよ。じゃあ今度丸三ね。九十九の二乗だよ。この二乗。引く二乗じゃなくて、ただの二乗を見たら。近い数字考えよう。九十九の二乗は嫌だけど。 100の2乗だだったら計算楽だよねじゃあ99っていうのは100-1と考えることができるからこれの2乗にしようそうすると展開の公式使うと100の2乗マイナス 2ax つまり 2×1×100 プラスの2乗ここでは1の2乗ね。これを計算すると前の部分は1万それからマイナス200。 プラス1万、ね、と,と先に1倒しちゃおうかそうすると1万1そこから200を引くと9801と、うん、これが答えになるよじゃあ丸の4ね103のね乗これももう全くワンパターンで同じだよ103っていうのを100に近い数だと見ようそうすると 100+3 の2乗とかけるよね 展開の公式使うと100の2乗プラス 2ax つまりこの場合 2×3×100 だからまあ600ともう変えちゃうさらに3の2乗9ね計算すると1万609これが答えになるよじゃあ練習ね次の式を計算しよう丸1見ると 27の2乗13の乗乗もう同じパターンだねとにかくこの2乗引く2乗の形に気付こうそうすると 27+13 それから27引く13となって楽に計算できるのはここね合わせると40になるよねつまり 40×14 になってこれだったら暗算できる560とこれが答えだよ じゃあ丸の,2 2乗2乗のパターンを見つけたらもう分かるよねこうできるでしょそうすると前の部分は92後ろの部分が楽になるよは10だから答えは920、うん、この2乗2乗これを見つけたら直しちゃおうじゃあ丸三ね今度は98の2乗 ただの二乗は、そう、近い数を見つけるんだったね。九十八は百に近いから、百引く二と五。そして二乗にすると、展開の公式が使えて。百の二乗、マイナス二エックス。この場合には、マイナス四百だね。プラス二の二乗で四。計算すると、九千六百四。これが答えになるよ。じゃあ、丸の四ね。百一の二乗っていうのは、そう、百プラス一の。 2乗と見ることができるよねこれを計算すると100の2乗プラス 2x この場合には200プラス1計算するとになるよこれが答えもうパターン2つしか出ない2乗引く2乗か100に近いものの2乗のパターンこれを覚えよう今日のポイントね 数字の2つパターンがあるよ2乗引く2乗のパターンと100に近いものの2乗のパターン因数分解や展開を使って楽に計算しちゃおう。